What's up, everybody? My name is Lehua, and welcome to the Superfina channel. I am a Hawaii variety content creator, host of podcasts across worlds, and I stream on twitch.tv/LehuaSuperfina. Today, we are reacting to Attack on Titan, and if you like anime reactions, don't forget to subscribe, ring the bell so you can be notified on the next upload. We are reacting to Attack on Titan Season 4, Episode 16, Above and Below. Not too sure what to expect because we did come off from previous episode focusing on Zeke. It was a really good episode about him. Like, we cried, we sympathized, we were like wavering on who to root for and such. So I don't know how they're gonna follow up with that episode with this one, but we're gonna find out. ないそうだ。一体何が？音の方向に何かあるはずだ。Can we just talk about how that Titan ripped open its stomach to put Zeke in there so Zeke could be protected as the Titan is traveling? So the Titan doesn't just hold Zeke like this, because that makes Zeke vulnerable. Oh my gosh! And that Titan looked like it was pregnant. So putting Zeke in there kind of makes it like, oh yeah, I'll put Zeke inside my pregnant belly and protect it. またすぐに我々と食卓を囲む日が来る。私の言った通りになりましたね、ピクシス司令。迅速な対応に感謝いたします。全兵団に一切の抵抗を禁じ、我々の要求通り、ここシガンシナクに兵士を集結ください。She's looking crazy! She's looking crazy! Look in them eyes, yo! Oh! 脊髄液をもらえたのであれば、残された手はあるまい。いつ巨人にされるやもしれんのだ。人払い済みのここ以外に我々を使用できる場はなかろう。何より、幾人もの仲間に背中から銃口を向けられてはなすすべはない。お許しください、司令殿。息子ともどもワインを口にしてしまいました。いつから裏切っておった？答える必要はありません。お許しを。どうやら、より早く寝返るほど、より良き立場につけるらしいの。誇らしげに巻きつけておられる白い布は、イエガー肌と堅持する勲章じゃな。ならば赤い布は脊髄液入りのワインを服用したと知らされ、服従を強いられたものか。そしてまんまとワインを飲み、何も知らされなかった大半の間抜けは黒い布が目印とな。マハレとやり方が似ておるの。お主らの生まれ故郷もこのようにして支配されたのではないか。敵から学ぶことは多い。敵の増やし方も学んだようじゃの。味方になることを拒んだのはあなた方ではございませんでしたか。果たして花から毒を持ったワインを振る舞う客人を信用しなかった我々は賢明であったのやら愚かであったのやら。あなた方は愚かにも賢明でした。最初から私たちとジークをただ信じていれば、とうに世界は救われていたというのに。ん？
世界は救われると申したのか。これよりジークとエレンは接触し、小規模の地ならしを発動させ、世界の国々に今後50年、島には手出しできぬと思い知らせることが計画のはず。救われるのはこの島だけではないのか。いいえでな。すべてが遅い。ジークは十分あなたたちを待った。その慈悲に対し、あなたたちは寝首をかこうと応じた。ジークは世界を救う神でありますので、罰が下ることでしょう。Okay. Pixie totally pointed out the whole armband thing about Marlene's doing that. I was thinking that too. I was thinking, hey, are you guys doing that armband that the Marlene's made you do? Are you really actually doing that? And Yelena was like, yeah, we just learned from our enemies. Mm-hmm. I'm like, ooh, jeez Louise. And again, look at this crazy look. Look at it. Look at them eyes.それで、俺たちはここで事の成り行きを見てるだけか。お茶飲むかね。どうも。アルミン、巨人の力でここから出ることはできるか。できない。この町を吹き飛ばすことしか。超大型巨人はそんな器用なことはできない。エレンのようには。で、お前はなんでエレンにタコ殴りにされたんだ。そろそろ話してもいいだろう。ミカサを言葉で傷つけたから、僕から手を出して殴り返された。は？ミカサを傷つけたってどんな風に？それはやめて。もういい。いや、よくねえよ。どう傷つけたのか話してくれ。おい、もう十分だろ。じゃん、奴は完全にクソ野郎になっちまったってことだ。一番大事だったはずの二人を意味もなく傷つけちまうほど、もう我を失っちまった。That is right! That is totally true! Now he's lost his mind and hurt the two people he should care about the most! That is so true! 奴が正気だとしたら、何の意味もなくそんなことをするとは思えない。何か。そこに奴の真意があるんじゃないのか。お久しぶりです、シガンシナの英雄の皆さん。このような場所での再会、とても心苦しいです。おい、お前もそっちかよ。出せよ。俺を軟禁して散々連れ回しといて、それは虫が良すぎるんじゃないのか。 Excuse you, you were put in the house arrest, not jail!ジークとエレンが接触を果たすまで、ここでおとなしくしてろ。お前、よかったな、イエレナ。うまくことが運んで気分がいいだろう。エレンはお前を介してジークの思い通りに動き、マーレを襲撃させ、エルディア国民の支持を得て、脊髄液入りのワインで兵団を支配しまったんだからな。これでお前たちはエルディア国と始祖の力を手に入れ、マーレを滅ぼして祖国の復讐を果たす。これがこの島に来た本当の目的だったんだろう。島を発展させただろう。100年遅れのこの未開の島を。ああ、お前らが快適に暮らすためにだろう。島の統治者となるお前らが。騙された奴が負けた。たったそれだけのことだ。クリーズ、俺たちを売ってイエレナの下僕に昇格したみてえだな、このチクリ野郎。バカか。悪魔どもに肩入れして裏切ったのはお前だろう。なんだと。悪魔の末裔の芋くせえ女なんぞに鼻の下伸ばしやがって。Do not disrespect Sasha! てめえ殺すぞ。よせ、ニコラ。俺に毎晩あの女のこと聞かせやがって。バイタが死んで正気に戻るかと思った俺がバカだった。てめえ今なっつった。分かるように言ってやるよ。あのバイタは汚れた。彼の非礼をお詫びいたします。もうあなた方を悪魔と罵る輩はこの島に必要はありません。そして信じてください、我々の真の目的は
マーレーの復讐などという空虚なものではありません。世界から憎しみの連鎖を断ち切り、エルディアとマーレでさえも救うことが目的なのです。包み隠さず、すべてをお話しします。世界を救うジークの秘策、安楽死計画のすべて。Yelena, you're a crazy weeach, but thank you for shooting that jerk. Ugh, no one disrespects Sasha! よう、サシャを殺したガキ。何のよ。ファルクを助けたかったら協力しろ。何を？無線で助けを呼んでもらう。壁内の侵入者が反応を示すようにな。動かないで。ガビも静かに。ピークさん！静かに。君がエレン・イエーガーで会ってるよね。Damn, Pink move fast! One episode we saw that she was hiding with like the blanket over her, like she was listening for information, trying not to get noticed. Next thing we know, she like kills someone, she's got Eren at gunpoint. Dang, she is the recon person. Gabi, その rifle をエレンに向けて。ガビ。エレン、ポケットから手を出して。従わなければどうなる？引き金を引く。あなたの脳みそが床に散らばる。見たことない？巨人になる暇なんてないよ。それで？まだ撃たないのか？今引き金を引かないなら何しにここに来た？手をポケットに入れたままだとどうなる？どうなるか君は知ることはできない。床に散らばった後じゃ。いや、わかる。あんたは撃たない。始祖の巨人を殺すことは許可されてない。命令は必ず始祖を奪還せよだ。この後に及んでも、あんたは一旦巨人になってから俺を生かしたまま食わなくちゃいけない。だろ？ピクト！ガビ、引き金から指を外して。重大な軍規違反のツケを払うのはあんただけじゃなくて収容区の家族も一緒だ。はい、撃てません。あなたを食べることも本当無理あると思うし。どうもね。フィックさん、私が侵入してきた時の巨人の足跡が見つかっちゃったんでしょう。手を撃たれる前に懐に潜り込んでやろうと思ってここまで来れたのは良かったんだけど、でも撃てなかった理由は他にもある。あなたが始祖の力を使えたらマーレを倒せるんじゃないかと思って。賞賛もなしに全世界を敵に回したわけじゃないんでしょ。でも賞賛って始祖の力以外に何かある？リクさん、何を言って。ガビ、もうライフルを下ろして。だとしたら何が望みだ？マーレ及び世界から支配されているエルディア人の解放。今すぐ私の家族を収容所から出してあげたい。私はたった一人の家族である父にまともな医療を受けさせるため戦士になった。父の命は伸びたけど、私に任期が残されていないことを知った父は悲しみに暮れている。死ぬ前に一人残される父に私の手でエルディアの明るい未来を見せたい。そのためにはマーレを叩き潰す必要がある。私は何でも協力する。マーレを皆殺しにできるのなら私は何だってやる。マーレを襲撃した首謀者はジークさんだった。ピークさんもなの？私たちは何のために戦ってきたの？善良なエルディア人だと世界から認められたら、いつかエルディアは解放されるんじゃなかったの？あなたもジークと同じ裏切り者なの？ガビ、私たちはマーレ人、
エルディア人、何だと思う？私たちはメイオマーレ人。違う。私たちはユミルの民。これだけが逃れようのない事実。何人を名乗ろうと、私たちは巨人になることができる人種。スラバ要塞で見た通り、巨人の力はいずれ通用しなくなる。つまり私たちはマーレに用済みとされて、いずれみんな殺されるの。善良なエルディア人であることを証明し続けても、私たちが解放される日は来ない。私たちは私たちの力で人権を勝ち取るしかないの。証明しろ。あんたがこっちに協力するってんなら、何か証拠を見せろ。この町に潜む仲間の位置を教える。どうやって？この建物の屋上に行けば、すぐに指をさせる。いい。Oh snap! I didn't see that coming! Pig! What? Were you always thinking like this? I don't know. I think Pig is just putting up a front. Like, she's trying to fool Aaron. Like, she's going pretty extreme to make this convincing. Like, you can't just be all Marley and then all of a sudden change, you know? Like,Zeke is different because he's always thought of that plan, the euthanasian kind of thing, ever since before he became the Beast Titan. Peek, you're a little different. I don't know your story, but I don't really believe you. I think you're trying to trick Aaron. What do you guys think? Let me know in the comments. Kodomo ga umare naku naru. So desu. Sore ga Zeke no anrakushi keikaku. Kono yo kara.巨人がいることで存在する苦しみが生じなくなるのです。ゆっくりと安らかに。いや待て、安らかなもんかよ。ユミルの民が消滅するまで人口が減り続けたら、国の晩年は老いぼれしか生き残らなくなるんだぞ。そんな状態でどう国を守る？他の国が放っておくとでも？そこに関しては従来通り、地ならしの抑止力を行使できるよう、始祖と王家の継承維持が不可欠なままです。幸いにして、ヒストリア女王は世継ぎを授かっております。その子が天命を全うするまで、数名のユミルの民が始祖の巨人を継承すれば。それで全ては万全だというつもりか？万全、絶対。そんなもの、どこの国にも存在しません。どの国も様々な問題を抱えています。ただ一つ、確かなものは、強大なる巨人の脅威、血と涙の歴史に、終止符を打つ者が存在したという真実です。ジークとエレン、人類史があと何千年続くことか分かりませんが、これほどの偉業を成し遂げる者がこの先現れるでしょうか。かの兄弟はこの先何千年も語り継がれる象徴となるのです。古代の神々がそうであるように。そして二人は死後も救世主として人類を照らす太陽となる。どうされましたか？そのような尊いお考えがあったと感動いたしました。それはよかった。嬉しいです。あなたにも分かっていただけて。イエレナ、すぐに来てください。侵入者が敵が侵入している。一人殺された。下力の魔人の保有者なんだと。だがマーレを裏切ったらしい。なんだ、騒がしくなってきたぞ。私はあなたたちの仲間になれたってことでいいの？あんたが他の侵入者を差し出せばな。それまではマーレのガキと手枷でつなぐ。下手に巨人化すればその子は粉々だろう。安心して、この子もすぐに分かってくれるから。あの小柄な女がマーレの陛下、味方だって。よろしくね。Look, it's the jaw titan. So that's probably Peek's like signal, you know, how she met up with those other Marleyans back in Marley and she hugged them and she secretly gave them a message. Maybe that hi there was a secret message thing too.ファルコはどこにいるの？
バルコもここにいる。が、ジークの脊髄液を口にしちまっている。どういうこと？さあな、脊髄液入りのワインが口に入ったって話だ。まさかあの時ガビ、私のせいで、また。なるほど。ジークの脊髄液で兵団を支配したのね。ジークにはなぜそんな特別な能力があるのか知ってる？さあな、あんたは知ってるのか？いいえ、誰も知らなかった。ジーク以外は。出会った時から、ジークは常に嘘をつき続けているように見えていたけど、それが確信に変わったのが4年前。あなたを目の前にして初めて本音を話したから。信じてほしい。俺はお前の理解者だ、エレン。いつかお前を救い出してやるからな。あなたになら特別な能力の秘密も話したんじゃないの？例えばその秘密が始祖の巨人の力を引き出すこととつながっているとか。あら、顎ひげは剃っちゃったの？とっても似合ってたのに。エレン、あの女を信用するのはあまりにも危険です。ああ、信用していないが、あの女も同じだ。ところで、まだ始祖の力は使わないの？ジークはどこ？すぐにわかることだ。示せ、敵はどこにいる。そこ。私が仲間を売ると思ったの？でも、マーレに仕えても私たちに未来はないって。見て。私はマーレを信じてない。私は一緒に戦ってきた仲間を信じている。のろし上がっている。ピークとガリアードが奴の位置を暴いた。始祖の巨人だ。レベリオの雪辱を果たせ。ここで奴を終わりにしてやる。来いよ、ライナー。 No! You can't just bring in that epic music and have Eren transform into a Titan, and before that almost get eaten by the John Titan who transformed underneath and was going like all jaws like chomp. And then you get the comrades flying in with Reiner inside of it, and they have like a little standoff thing going on. Reiner looking down, Eren looking up, and Eren's going like, bring it on! Like,The build-up was so good! Oh my gosh!
And that was my reaction to Attack on Titan Season 4, Episode 16, Above and Below. Woo! That was an interesting episode, especially coming off from the previous one about Zeke. That one had some action going on, had a lot of emotion. Like, bro, we were crying for Zeke, we were sympathizing for him. And then in this episode, there was a lot of talking going on, a lot of explanation going on, like how the Jaegerists were taking over and armbands and the euthanization. And then we get to see the rest of our scouts in jail, how they're interacting with each other, they're catching up and whatnot. I want to point out that I thought it was kind of cute that they were having tea in jail. And then we get that scene with Peek and Gabby and Aaron, and Peek was really good at her acting. You know, she was really convincing, but you know, we were all like, nah, there's no way. There's no way you would betray Marley. No way. And we were right. But it was such a good, we were right kind of thing. It wasn't like, see, we told you so. We knew it. No, it was so good. Like when she pointed at Aaron saying that there's the enemy, I was like, are they going to shoot Aaron? Is there a sniper someplace? But no! The person who was going to get Aaron was below! So we got the jaw tactic from below, and then the comrades were above! Get it? The title of the episode, Above and Below? What did you think about the episode? What did you think about this video? Let me know in the comments below. If you want to talk outside of YouTube, there is a Discord. Link is available in the description. I also stream on twitch.tv/LehuaSuperfina. People who watch these videos do like to stop by the stream, talk about these episodes, videos, and such. Have that one-on-one real-time conversation. You guys are welcome. Outside of Twitch and YouTube, I also host Podcasts Across Worlds, where we talk about anime, manga, and other things we're interested in. If you like podcasts like that, the link is available in the description. We are available on all platforms. Other than that, my name is Leihua, and this was the Superfina channel, reacting to Attack on Titan Season 4, Episode 16, Above and Below. Hope you guys like this video, and I will see you on the next one. Laters! Huge thanks to my Patreons and channel members for making this video possible. If you also want to be part of the Superfina party, you can click over here or become a channel member. Don't forget to subscribe so you don't miss the next video. And I do stream live on Twitch every Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Hope to see you guys there, and I will see you on the next video. Fist bump.